反大気は、香港のカトリック司祭、広塚祖教。先礼名は、ドメニコサビオ。2010年12月に、教皇庁の福音宣教授官に選ばれて、白名義、広塚祖教区大司教に任命され、翌年の2月5日に大司教に任ぜられた。この職位は、今のところ、歌人が、バチカンで担当する最高の職務である。香港に生まれ、 そこで、サレジオ会に入会し、1969年に初、初誓願そして1975年には、修正誓願を、戦律。1982年に、司祭除解された。彼は相次いで、イギリスのロンドン大学とイタリアの教皇調律、サレジオ大学を卒業し、それぞれ哲学の学士号、進学の博士号を取得した。その後は、 中国各地の神学校で教職を担当した。1995年から2001年まで、サレジオ会中華管区の管区長を務めた。1999年には、教皇庁神学アカデミーの会員となり、2004年には、国際神学委員会に加入した。彼はまたカトリック、香港教区聖神治院神哲学院教授でも、ある。 2010年12月、教皇ベネディクト16世別れを、聖座福音宣教書時間に任命して、前任のロバート・サラ・スーキ教を引き継がせ、同時に大司教に任命した。2011年2月5日に、サンピエトロ大聖堂で、教皇ベネディクト16世の指式により、大司教に性別され、教皇自ら反対司教に、福音書、司教官、 司教の指輪及び司教杖を授けた。大司教就任後彼が初めて公式訪問したのは、教皇庁と国交のある、中華民国であった。ありがとうございます。